では大会運営員の方にコメントを聞きたいと思います、はい、あのキンボールの良さって一言で言うと、はい、キンボールの良さはそうです、みんなで楽しく一つのボールを追いかけないと試合が始まらないというところに楽しさはあると思います、はい、そうですよね。今回 の、 あの試合なんですけど、はい、なんかテーマってあります？ そうですね、まあ、最後まで諦めないということを、はい、大事にしてまして、そういうふうな組み合わせの方になってますので、なってます、はい、決勝戦まで全チーム勝ち残れる仕組みになってます。あ、そうですよね、はい、あのトーナメントなんですけど、全部のチームが決勝準決まで上がれるようになってて、みんなで戦おうっていうふうになってますね。はい、分かりました。では最後に何か、はい、キンボール興味持たれてる方に、はい、一言あればお願いします。そうですね、みんなで楽しくやってるキンボールをですね、一人でも多くの人に携わってもらえればと思ってますんで、ぜひ興味あったらインターネットで調べるなり、まあ、声をかけてもらえればいいと思いますんで、みんなでやりましょう、はい、楽しいんで皆さんどうぞ来てください。それではインタビュー2回目で聞きたいと思います。はい、あのキンボールの良さ、そこが売りっていうのとかって、なんか特に一言で言うと何かございますか？誰もが平等に楽しめるところがキンボールの良さです、はい、あの4人で、はい、みんながボール触ってできるってところです、ね、そうですね、はい、誰もがヒットしないと全員がボール触らないと現場できないので、はい、ほっとかれてる子もいないし、誰もがやらないとできない。そうですよね、はい、確かに4人触らないとダメなんです、はい、ね、ええ、あのお子様からお年寄りの方まで、はい、みんな幅広く楽しめます。楽しめますよね、はい、ルールがそれぞれ違うと思うんですけれども、はい、それもシニアルールとジュニアルールとこっちのルールと、はい、もうみんなで楽しくできるようになってるところから来てるんですか、はい、そうですね、でルールをあのその都度こらえてる方に設定してあのルールを準備できますので、はいはい、どうでも均等に楽しむことが、平等に楽しむことができます。わかりました、はい、平等に楽しめるキンボールです。めちゃくちゃ面白いんで、ぜひね、はい、皆さん見に来てもらったら、はい、嬉しいですよね、はい、ぜひ皆さん見に来てください。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。ではインタビュー3度目です。審判をされてるとのことなんですけれども、はい、あの大きなボールで、はい、みんながごちゃごちゃ動くじゃないですか、はい、あの中で、はい、あのトラベリングだったり、はい、一人触ってないとか見るのってすごい大変じゃないですかね、はいはい、大変ですよね、はい、それはやっぱり慣れですか？そうですね、やっぱ意識の問題と、はい、あの見るところっていうのは決まってるんですよね、審判として、はい、やっぱりあの反則の、うん、それをやっぱり意識的にそこをやっぱり重点的に見てますから、はい、それの練習の積み重ねだと思います。はい、やっぱり審判も吹かないと、数吹かないとやっぱり、ね、なかなか取れません、はい、そうですね、はい、練習と一緒です、選手と一緒です。ここを見といたらいいみたいなコツがそれぞれあるってこと？そうですね、やっぱりあの知識もそうですけど、技術も確かにそうですし、あのそれはもう審判吹くたびにそのあの立ち位置とか、彼らの動作とかそういうのがもうだんだん分かってくるので、はいはい、立ち位置とかもこう、あもちろんもう大事なことなので、はい、それで全然見える反則と見えない反則がやっぱり立ち位置も違いますし、はいはい、まあ、一番大事なのはやっぱ意識ですね。意識、審判をする上で意識が、はい、やっぱり一番大事だと思います。やっぱり漫然と見てると何も取れない、うまくないです。ということで、すごいみんながごちゃごちゃ動く中でごちゃごちゃ審判をされている方にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。